リューバル古墳群は古墳時代の5世紀末頃の埋葬遺跡で、昭和42年の発掘調査では6基の地下室板石積み石室が検出されました。この石室は安山岩もしくは扁平な瓦石を縦に用いて円形に石室を作り、遺体を安置し、遺体石を積み重ねて被覆した後、さらに上から土をかぶせて地下に埋設したものです。副葬品は鉄剣、鉄属などの武器が出土しました。地下式板石積み石室は地下式横穴とともに南九州特有の母性です。